写真拡大。阪神3の 0DNA 22日甲子園球場無失点リレーを完結させた阪神藤川球児投手は茶目っ気たっぷりに笑った。これで100個目でしょ。勝利数でなければセーブ数でもない。開口一番に語ったのはチームの失策数。ただ攻めるではなく大台到達をプラスに捉えていた。一生覚えているでしょ。上手くなってくれる。いい勉強になるね。出番は3点リードの9回だ。先頭台湾の打球を遊撃木浪が悪送球。失策数は球団19年ぶりの100に達した。後輩のミスにギアが上がる。続く柴田を直球で空振り三振に切ると代打佐野もまっすぐで夕頃併殺に。難しい。一緒と難なく試合を締めた。結果で後輩を救い失敗から成長を願った。これで15セーブ目。クローザーに再転向後失敗ゼロと驚くべき安定感を誇る。自責点ゼロで通算防御率は驚異の1点台 1.997 に突入した。記録にこだわらない男が唯一気にする数字。さらにこれで日米通算242セーブ目。あと 8S で名球会入りの資格を得る。打のレジェンド西君は譲ったが当のレジェンドも衰えぬ輝きを放つ。